こんにちは、ムクです。J-WAVE SONAR TRACKS J-WAVE SONAR TRACKS SONAR TRACKS こんにちは、ムクです。ギターのケンイチです。ベースのレノンです。ボーカルの朝倉です。トラックメイクとドラムを担当してます、高地です。はい、僕たちは2022年の5月に結成したんですけど、その前が僕と高地は、同じバンドをやってまして、で僕以外の3人が大学の同期で、同じ軽音楽部に所属してた経歴があって、でレノンも朝倉も、おのおの違うバンドやってまして、で、2022年の、頭かなに解散だったり、そう、脱退だったりのタイミングが重なって、当時レノンが、発起人というか、最初は本当なんか最初からこうやってやるぜっていうよりは、とりあえずなんかやってみようか、4人集まったしっていう感じだったんですけど、1曲目のねエスケープができた時に、この4人だったら面白いことができそうだなってなって、最初は集まったのが春だったんですけど、結果的に結成に至ったのが 5月っていう感じですね。バンド名の由来、僕がちょっと提案させていただいたんですけど、音楽っていう言葉をそのフランス語で表すと、そのミュージキっていう単語になるわけですね。それと日本語の純真無垢の無垢っていう言葉を掛け合わせたもの、造語ですね、が無垢なんですけども、意味としては汚れのない音楽っていう意味なんですけども、そのまま訳しちゃうと、でもちょっとこう方向を変えて、周りに影響されず、その自分たちの音楽をやっていこうぜっていうような、ムクっていう名前にしました。はい。基本的にムクの楽曲は、トラックと、コードとか、そのシンセアレンジ含めて僕がやって、それを朝倉に投げて、で各楽器からアイデアをもらうというスタイルでやっているんですけども、この楽曲に関してはそうですね、なんかもう一個楽曲を作っていて、でその時に結構明るい楽曲を作ってる時に、もう一つのパターンで頭の中に浮かんだ楽曲がありまして、でそれを実際に形にして作った楽曲ですね。でトラックの聴きどころに関しましては、結構そのコード感だったり、そのもちろんリフとか、そのビートパターンもすごいこだわってはいるんですけど、そんな中で結構今回細部の音みたいなものをすごいこだわって、すごいトラックを作ってアレンジしてたんですけど、そういうところも聴いていただけると嬉しく思います。そうですね、歌はその結構悩んで作った楽曲なんですけど、その悩んで作ったからこそライブをしたいっていう欲が出てきまして、サビの方では皆さん聞いてもらったら分かると思うんですけど、踊れとか叫べとか歌えとかっていう歌詞が入ってて、その楽しめる、ライブで楽しめる、一緒になって楽しめるような楽曲になったかなっていうふうに思っております。今年からライブ本数も増えまして、フェスやサーキットなのでいろんな景色を見れたんですけども、それを海外でもまた見れたら嬉しいなというふうに思っておりますので、これからも応援をよろしくお願いいたします。